当時資料館南駅は愛知県豊田市や草町にある愛知高速交通東部給料線の駅である。駅番号は L08。計画段階での仮称駅名は科学技術交流センターであった。愛知万博期間中は長くて海上東ゲートに最も近い駅だった。駅名の由来となった瀬戸市にある愛知県当時資料館は2013年6月に 愛知県当時美術館に解消したが、駅名は変更されていない。改札口島式一面二線ホームを持つ、高架駅。バリアフリーの対応として出入り口、改札内に各一機、合計二機のエレベーターを配置。エスカレーターは、場所は確保されているが、未設置。安全対策として1.2万線ホームに、可動式、ホームドアを設置。 2019年度の1日平均乗降人員は282人である。リニモ前駅の中で最も利用者数の少ない駅である。各年度の1日平均乗降人員は以下の通り、駅周辺には広大な森林が広がり、人家などがほとんどない。なお、当駅は瀬戸市、長久手市、豊田市の境界付近に位置し、駅は豊田市に所在するが、 愛知県当時美術館は、瀬戸市に愛知高速交通本社、社古や愛、地球博記念公園は長久手市にそれぞれ所在する。当駅は、リニモの各駅の中で、最も海抜が高いところにある。当駅ホームから、御嶽山や、伊吹山、条件が良ければ、遠くに白山などが見える。当駅は、終わり給料の末端に当たるため、 次の役者駅までの間は急勾配となっている。ありがとうございます。